それではただいまから知事の定例会見を始めさせていただきます。本日は最初に知事から交通死亡事故多発緊急事態宣言についておよびペルー日本人移住120周年記念訪問事業南米ペルーへの訪問についての2点についてご報告させていただきます。最初に交通死亡事故多発緊急事態宣言についてであります。ご承知のとおり最近県内で交通死亡事故が相次いで発生しております。特に交通死亡事故多発全県警報が発令中である9月10日に3件の死亡事故が発生しました。これで9月に入ってわずか9日間に7人もの尊い命が失われたことになり、大変残念であり、また痛ましい状況であり、まさに緊急事態と考えております。このため9月7日から13日までの期間で発令しておりました全県警報を9月20日まで7日間延長することとしました。さらにこれ以上犠牲者を出さないために9月12日に交通死亡事故多発緊急事態宣言を行い、県民の皆様に交通安全意識を高めていただくようお願いしたところです。私としましては、一刻も早くこの悪い流れを断ち切るために、県警察関係団体とともに総力を挙げて対策に取り組んでおりまして、9月13日に実施した県下一斉の緊急キャンペーンや、9月16日に日本自動車連盟香川県支部 JAF と県警察が連携して実施した交通安全キャンペーンにも私が出席して、直接県民の皆様に交通事故防止を呼びかけたところであります。現在新聞広告やテレビ CM、 ラジオ CM などでも注意を呼びかけておりまして、今後もあらゆる媒体を活用して注意喚起を行ってまいります。今回の事故の多発の中では、道路横断中の歩行者や自転車が被害に遭っているものが行っています。ドライバーの皆さんは運転するときは前をしっかりと確認して、信号や歩行者などに気を配るなど、安全運転を心がけていただきたいと思います。また歩行者や自転車の方も無理な横断を避けるなど、ルールを守っていただきたいと思います。いずれにしましても、交通事故は人ごとではありません。一人一人がこの事故に遭わない、起こさないという強い気持ちを持っていただきまして、交通ルールの厳守、また交通マナーの確実な実践に努めていただきたいと思っております。2点目、ペルー日本人移住120周年記念訪問事業南米ペルーへの訪問についてご報告します。今年は南米ペルーに日本人が移住して120周年を迎えることから、私は県議会の皆様方とともにペルーを訪問し、県人会をはじめ本県ゆかりの方々との友好親善と関係強化を図ることとしました。県におきましては、これまでも周年を記念する式典が開催される機会を捉えて、県議会の皆様と訪問団として現地を訪れておりますが、今回は11月9日にペルーの首都リマで開催されるペルー日系人協会主催の120周年記念行事に出席するほか、日系人協会や県人会を表敬訪問し、祝意を表したいと考えております。また南米へ移動するその経由地であるアメリカ・ロサンゼルスの南カリフォルニア香川県人会等も訪問し、交流を深める予定であります。これらの行事を通じて、本県と海外県人会との相互理解及び信頼が一層深まることを期待しております。私の方からの報告は以上です。引き続きまして幹事社からのご質問をお願いします。朝日新聞の大野と言います。幹事社から大きく2問質問させていただきます。よろしくお願いします。
まず1点目ですが、高松ソウル便の減便について、先週、10月末から高松ソウル便が減便されると発表がありました。要因としては日韓情勢の悪化による需要低迷などということですが、知事の受け止めを伺わせてください。それに関連して今回のこの減便以外に日韓関係の悪化による影響で県の交流事業や経済で、影響が顕在化している事象があるか教えてください。もう2点目ですが、目黒女児虐待死事件について、以前県内にお住まいだった船戸ゆあちゃんの事件の母親の判決が本日午後に予定されています。これまでの公判の情報を、報道などでお聞きして知事の受け止めを教えてください。はい、最初の高松ソウル便につきまして、昨年10月28日からデイリー運行となって、これまで利用促進にも取り組んできました。その結果デイリー運行後も好調な利用率を保っておりましたけれども、本年8月頃からインバウンドの新規予約の鈍化などやはり日韓情勢の影響が出始めておりました。今回の減便につきましてエアソウルからは日韓情勢の悪化に伴う需要低迷などを踏まえた経営判断によるものと伺っており、本件としては航空会社や旅行会社など関係者からの情報収集を行いながら引き続き高松ソウル線の利用促進に努めてまいりたいと考えております。具体的にはインバウンドでは個人旅行客向けのプロモーション、アウトバウンドではリピーター向けのプロモーションやインチョン空港での乗り継ぎ利用の促進も行うなど日韓情勢の動向も注視しつつ航空会社等と連携し今インバウンド、アウトバウンド双方において需要の底上げを図っていきたいと思っております。その他交流行事あるいは経済等への影響につきまして、三豊市が韓国の慶尚南道ハプチョン郡と友好都市提携を結んでおりますが、市長をはじめとした訪問団が今月下旬からハプチョン郡を訪問し郡庁への表敬訪問などを予定していると聞いております。経済面では7月4日から実施されている韓国への半導体材料の輸出規制に関してこれは国内における生産企業も限定されており県内にはそうした企業もないことから直接の影響はないものと考えております。しかし韓国の産業全般への影響が県内企業に跳ね返ってこないか等についてさらに状況を注視してまいりたいと思います。もう1点の8月28日から実施となっているホワイト国からの韓国の除外につきまして韓国への輸出に際し食品木材等を除く品目で兵器などの開発等に用いられる恐れがある場合経済産業大臣の許可が必要となりますがあくまでも優遇措置の撤回ということであって禁輸措置ではないと理解しております。現時点でこの件についての本件企業への影響は四国経済産業局やジェトロ香川では少ないものと観測しているようでありますけれども今後関係機関とも連携しながら動向を注視してまいりたいと考えております。いずれにせよ日韓両国の相互交流につきましては両国関係の基盤をなすものであり民間レベルも含め継続していくことが重要と考えております。目黒の女児虐待死事件につきまして船戸ゆあちゃんの虐待死事件の公判が開かれこれまで知ることのできなかったような転居後の家庭での状況も明らかになったものと思いますけれどもいずれにせよ大変痛ましいものであり改めて心よりご冥福をお祈りいたします。今回の公判に関する報道等でも指摘されておりますが児童虐待への対応にあたっては子どもの命を守ることを最優先して
とした対応を徹底するとともに、子どもだけでなく保護者の指導や支援も含めた総合的な児童虐待対策を進めていくことの重要性を改めて認識したところです。このため香川県では昨年度行われた本事案の検証報告における指摘事項につきまして改善見直しを進め、今年4月に児童福祉士、児童心理士を新たに15名確保するとともに、子ども女性相談センター、西部子ども相談センターに児童虐待対策に専門的に取り組む児童虐待対策課を設置して、組織内の介入と支援の役割分担を明確にするなど、子どもの安全確保の強化を図っております。また両児童相談所に現職警察官を配置し、困難事案への対応力の向上と児童相談所と警察署との連携の一層の強化を図るとともに、非常勤の弁護士の配置拡充により介入的な関わりが必要な事案への法的な助言等を日常的に受けられる体制を構築するなど、児童相談所の法的対応力の向上を図っております。さらに児童福祉等の専門性の向上を図るために、介入的な対応の強化に向けた研修も新たに実施しております。これらの取り組みを進めておりますが、今年度5月に行われた児童福祉法や児童虐待の防止等に関する法律の改正も踏まえ、今後二度と痛ましい事件が発生することのないよう、引き続き児童の体制強化や各市町などの関係機関との連携強化等に取り組むと等に、虐待の未然防止早期対応に全力で取り組んでまいりたいと考えております。以上です。 ありがとうございます。すみません、幹事社から、ちょっと追加でお聞きしたいんですが、先ほどのあの日韓関係の影響で三豊市の有効都市への表敬は、これは、影響なく予定通り行われるということですか。今のところその表敬訪問する予定であると、まあ、それが変わったというお話は今のところ伺っております。ありがとうございます。各社さんお願いします。関連その他のご質問がありましたらお願いします。内海放送の引田です。総便減便のことで関連質問があります。NCC が比較的こういう国際情勢を受けて経営的な判断で、例えばレディーを今回減便をするとか運休をするとか、そういう、NCC の場合そういう路線が比較的多いと言われてますが、高松空港が国際4路線のうちソウル、上海、香港が、3路線が NCC が運行しているということで、こういうことが起これば減便であったり、運休はありませんけど、そういうことが起こるということで直接インバウンド等にも影響がありますし、この高松空港今比較的ねインバウンドが好調だと言われた中でこういうことが起こるということの危うさというか、そのあたりについては知事はどのように思いますか。はい、LCC だからそういう政治的なものなどの影響を受けやすいという、必ずしもそうとも言えない部分もあるのではないかと、その路線の性格等にもよるところがあると思いますけれども、上海便はですね、LCC として一番最初に飛んできた路線ですけれども、いろいろ日中間にですね、外交上の問題が起きた時も減便することなくですね、引き続き運航されてきて、増便も後もそのままになって、現在まで至っています。経済的な問題も含めてですね、LCC の場合にはこう経営上非常にそういった点に敏感といいますか、結局は搭乗率等がですねどれだけになるかということで、LCC の場合はそこのいわば採算ラインといいますかですね、搭乗率が、かなり高いところで採算が取れるような、そういう
康だと一般に聞いておりますが、まあ、今回のようにですね、かなりの時間にわたってそこが下がっていくということはやはり、経営的に厳しいと、まあ、これはいわゆるフルフラッグキャリアであってもですね、そういうことが起きればそこは同じではないかと思います。まあ、いずれにせよソルビンは一番最初に高松空港に就航した定期路線でありですね、まあまあ、それがもともと3便の時期が長かったわけですけれども、やはり昨年せっかくデイリーまで行った路線ですので、そのポテンシャルといいますか可能性は非常に路線としての発展の可能性は大きいものがあると思っておりますので、今後さらにですね、いろいろと利用促進等も含め努力をして従前の状態に戻ることを願っております。他にございますでしょうか。すいません、四国新聞です。本日発表していただいた、小児生活習慣病予防検診の結果について伺います。脂質異常であるとかですね、糖尿病の発症リスクがある、まあ、小学4年生が、まあ依然として、1割程度を占めているというような結果だったかと思うんですが、まあ取り組みを、まあ、従来から続けてこられてのですね、今回のその感想、受け止めの部分とですね、まあ、これ専門家の皆さんもよく言っていますが、基本的にこの、取り組みに関してはやっぱり息が長い活動というのが必要だというふうに言われている中で、まあ、今後 その対策などに関してですね、お考えがあれば伺わせてください。はい、平成30年の小児生活習慣病の予防検診の結果を発表いたしましたけれども、この検査の結果としてですね、肥満度や血液検査について29年度の調査結果と比較すると、肥満傾向にある子どもの割合が男女ともに増加しているほか、肝機能異常や脂肪肝のリスクのある子どもの割合も男子では増加しております。この6年間の推移を見ましても、肥満傾向、脂質異常、糖尿病を発症するリスクがある子どもいわゆるヘモグロビン A1C が 5.6% 以上の子どもは依然として1割程度見られ、この6年間でそういう点について目立った改善が見られていないという状況であります。生活習慣の状況については29年度と比較して、食事を早く食べる、いわゆる早食いの子どもの割合が男子において増加したほか、朝食を毎日食べる子どもの割合も男女ともに減少し、さらに1日に2時間以上ゲームをする子どもの割合が男女ともに増加しておりました。6年間の推移で見ますと、1日のゲーム時間が2時間以上の子どもや魚より肉を多く食べる子どもの割合が増加傾向にあり、食事に注意している子ども、あるいは既製品を使わない子どもの割合が逆に減少傾向になっています。こうした肥満傾向、脂質異常、糖尿病を発症するリスクがある子どもの割合などが改善されていない原因につきましては、やはり望ましい生活習慣が子ども家庭に十分に浸透しておらず、規則正しい食事や運動、睡眠などが身についていない子どもが依然として一定数いるということではないかと考えております。今回の調査結果を受け、改めて各市町教育委員会、学校関係者とも連携して、家族も含めた健康教育周知啓発を進めていかなければならないと感じております。この対策としてですね、このこうした結果に対して、県では養護教諭や栄養教諭、各市町の地域保健関係職員などに対する研修を25年度から継続して行っておりますし、家族ぐるみで生活習慣の見直しを促すために、
子どもとその保護者の対象に、糖尿病などの生活習慣予防に関する出前講座、延べ94校でこれを実施してきました。また29年度には小学校における健康教育用の DVD あるいはリフレットなどの健康教育用資材を新たに作成して県内すべての小学校に配布し、健康教育に活用していただいております。いずれにしましてもご指摘のようにですね、効果的な啓発というものがそれをまた続けていくということが極めて重要と考えておりまして、県としては引き続きバランスの良い食事、適度な運動、規則正しい生活習慣の重要性や脂質異常などを引き起こす問題などについてですね、繰り返し啓発していくとともに、リスクのあるお子さんに対する継続的な保健指導を実施するなど、学校関係者と十分に連携して取り組んでいきたいと思っています。すみません、補足で伺うんですけれど、生活習慣に関してですね、先ほど、まあ、知事もお話しされてましたけれど、まあ、ゲームの時間が伸びていたりですね、朝食を食べる割合というのがまだ1割ちょっとですかのお子さんは食べていなかったりという部分で、なかなかそういうその血液の異常だけでなくてですね、日頃のその生活、まあ、規則正しい生活の部分での課題っていうのも残ってるかと思うんですが、そこのあたりのですね、具体的な対策というか啓発のあり方みたいなのは何かお考えありますでしょうか。まあ、やはり子どもの頃から望ましい生活習慣を身につけるというためには、学校での健康教育だけでなくて、地域の団体などによる野菜を活用した料理教室などによる1日3食まず野菜運動などのほか、昨年度から開始しましたスマートフォンを使った利用できる香川健康ポイント事業、マイチャレ香川、これについては各市町独自で特典を設けて住民に参加を呼びかけるといった動きもありますことから、各市町もとも連携して県民運動としてこれを活用が広がるよう努めてまいりたいと思います。またこの生活習慣病予防健診の目的は小学校4年生段階の実態把握だけでなく、健診結果をこのもとに生活習慣を見直して将来の生活習慣病の発症を予防するということでありますので、この健診を通してリスクのある子どもに対し、先ほども申し上げたように継続して保健指導を行うとともに、ご家族を含めた健康教育が重要であると思います。このため各市町では県の作成した DVD やリフレットなどを活用して健診前後に健康教育を進め、リスクのある子どもやその保護者に対して保健指導受診監視を行うことで、生活習慣改善リスクの軽減につながるよう努めていただいております。さらに今年度からはこれまでの小学校4年生の小児生活習慣病予防健診とその健診結果に基づく保健指導等の取り組みを検証するとともに、思春期段階における生活習慣病リスクの把握を目的として中学1年生を対象に加えて新たに実施しております。今後こういった取り組みに加え、先ほど申し上げた効果的な啓発の徹底について教育委員会各市長とも連携を図りながら進めてまいりたい、このように考えています。ありがとうございます。他に質問ございますでしょうか。時通信の田中です。先週内閣改造ありまして、まあ、平井拓也さんは本職とはなりませんでしたけれども、とりあえず受け止めお願いします。はい、まあ、改造そのについてはコメントを出したと思いますけれども、平井前大臣にはですね、本当に、この昨年10月以来ですね、IT 担当ということで、まあ、持ち前のそのリテラシー、 IT リテラシーはもとより、
報道力もですね、飛来ピッチを連続して開催されるなど、非常に新風をこの IT の活用ということで、今非常に大きな問題でありますけれども、そこに新風を吹き込んでいただいて、いろいろなものが動き始めたというような印象を受けております。また党に戻ってもですね、この IT 関係あるいはクールジャパン等々ですね、科学技術宇宙関係も含めて、ライフワークとしてですね、取り組んでいただければと思っております。お願いします。小泉環境大臣が育休の取得、育児休暇の取得を検討されているというお話ですけれども、大臣が育休を取ること、可能なのかどうかとか、知事のこれまでの経験なんかも踏まえて、どういう受け止めでいらっしゃるか一言いただけると思います。それぞれの個人の判断というものがまず大きな話だと思いますけれども、ご案内の通りですね、特別職、私とか議員皆さんそうですけども、公務員法の体系上はですね、特にそういうものがあるわけではないといいますか、そもそも勤務時間が定められてないわけですね。ですから土曜日日曜日にいくら公務で活動してても、別にそれは長勤にも何もならないわけであって、逆に、平日にですね、県庁に来ないで自宅で、例えば本を読んでてもですね、それはこのいわゆる法律上別に問題があるわけではない。要するに特別の休暇という概念というのは本来ないわけでありますけれども、おそらくは、世間一般からすればですね、その間、公務があっても、どなたかに、その本来、大臣が出て、普通であれば出るようなものに、代理の方が出て、一種休養している形を、そういう、一級なら一級ということで当てはめるということかもしれませんけれども、そこは可能かどうかっていうのは、ある程度可能なのではないかと思います。国政のレベルっていうのは実際私もよく知らないとかありますけれども、ただ緊急事態というのは当然ありえますから、一般の公務員、一般職公務員あるいは普通の勤め人勤労者の場合とちょっと違うところは当然あろうかと思います。他にございますでしょうか。テレビストーチです。ソウル便の減便についてお聞きします。デイリー運行から3億に大幅に減便されるということで、県内の影響というのもあるのかなと思うんですが、知事の方はその辺影響というのはどんなことが懸念されると思われていますでしょうか。そうですね、それまで以前大変好調だったインバウンドの関係ではですね、その時点との比較ではですね、やはりそういういわゆる観光関係の需要というのは場所場所によって違うと思いますけども、落ち込みは出てくると思います。ただそのいろんな観光地にも全てが全て韓国の方ばかりではないわけでありまして、現在中国上海線は引き続き好調ですし、香港便は5便に増やす予定になっております。
台湾便はデイリーになってですね、冬ダイヤがちょっと残念ながらですね、非常に慎重に需要を見てるということ、あるいは、まあ、あの航空会社のですね、いろんなネットワーク再編ということも事情としてあるんではないかと思いますけども、ただ、台北便の搭乗率自体は相変わらず好調だと思ってますので、まあ、トータルで見たときにですね、そのどこまで、影響がインバウンド全体としてあるのかっていうのはまだよく見定めてみないとわからないと思います。まあ、あのその他の経済的ないろんなこうビジネスでのですね、用務のために、やはりデリーと三便とではですね、利便性が違いますので、その辺はやはりこう少しデイリーの時のような、すぐ思い立ったらいけるという、あるいは向こうからのですね、いろんな用務で行って帰りの日程もですね、ちょっと制約をいろいろされるということは、まあ、どうしても出てくるかなと思っておりますけれども、やはりそういった点もまた解消していくようにですね、いろんな利用促進によってそこを底上げしていければと思っています。他にございますでしょうか。それでは以上で定例会議を終わります。ありがとうございました。